高齢化社会といわれる中世の中をいかに楽しく過ごすか熟年と呼ばれている人々の頑張りやそれを支えている人々の話題などを半熟年コンビの国吉弘明と玉那覇義秀の「フリーウンタ卓フリートーク」でお送りする「余裕楽人のお時間です。 えー、はい、こんにちは、えー、来週に。先週に引き続いて、今週もまた、あの、野田さんのお話をお伺いしたいと思います。じゃあ、あ本日も、野田さん一つよろしくお願いいたします。はい。えー、っと。先週は野田さん。はい。桜崎劇場の、ね。新しい、もう。なんていうのな。 動きっていうのをあれ話したんですけどもはいじゃあ今日は、ええ、やはり映画館ですから、うん、映画の話を一つよろしくお願いします、はい、なんか国際映画祭があった,、はい、あったそうだえあの4月です毎年4月にあの沖縄ごめんなさいちょ,、はい、ちょっっとやっぱおかしいなこ テストテスト。 高齢化社会といわれる中世の中をいかに楽しく過ごすか熟年と呼ばれている人々の頑張りやそれを支えている人々の話題などを半熟年コンビの国吉弘明と玉那覇義秀の「フリーウンタクフリートークでお送りする「余裕楽人のお時間です。は、えー、はいこんにちは、えー、今週も 先週に引き続きまして桜坂劇場の野田さんにお越しいただいております。先週からまた引き続いて桜坂劇場の面白いところ見どころというのをまたお話しいただければなと思っております。じゃあ一つよろしくお願いいたします。いますはい。えー、っと、えー、野田さん先週はあの桜坂劇場って。 名前からは想像できないあの音楽ミュージックの話なんかしたんですけど、はい、今週はどういったお話を主にやりましょうかなんか4月にあるそうで、はい、そうですね<し>あ<の>4月に、まあ、毎年、あのー、やってるんですけれども沖縄国際映画祭がまた今年も行われますね。 これはあの吉本興業さんが中心になってえー実行委員会でやっているあの映画祭なんですけどもいろんなあの国内外の映画の上映がまあ桜坂劇場だけではなくていろんな映画祭だったりとかあの他のまあ野外のイベントとかも並行して行われるというような感じですね。桜坂劇場ではその なんか映画大学みたいな形でその芸人さんがこうコメントをしながら映画を一緒にお客さんと見るみたいなそういったことも毎年行われている感じですねそれ自体がもう定着していますね国際映画戦ね。で,ね、うんはい、でしかもあの国際通りメインで、うん、そのレッドカーペットとかっていうことでなるんですけど、うん、一番近いのが皆さんの方の、うん、あの桜田劇場ですんで国際通りに入るこの沿線からこう引き 続いてこうやれば、もっと面白いイベントができるんじゃないかな、ね、と思ってますね。うん、結構あの町はもあのレッドカーペットの時はすごいお客さんで賑わうってよく聞きますよね。はいはい、まあ、あるだけ、あの普段、み、あの見ることの少ない、いろんなエンターテイメントってなんかこう、うん。 来てね、うん、やりますからこうそういうのに触れたいということでいろんな方が出てこられると思います、ねはい、それらの集客力のあるイベントじゃないかなとはい、はい、えー、国際を、えー、映画祭っていうとね、うん、カヌとかね、えー、いろいろ世界的に有名なあったり、うん、で、えー、何ですかアメリカでは、えー、でも 映画祭うん何、うん、ていうのを見かわれたんだけど、うん、じゃあ沖縄における国際映画祭っていうのはどういう位置っていうのか、うん、どういうのを目的にして,ってやってるってのありますか、うん、どうなんでしょううちも主催でやってるわけではなくて、うん、まあ,あの場所として利用していただいてるのであれなんですけど、うんうん、まあ割とあのー。 まあ、ラフピースって、まあ、笑,笑,笑いと平和っていうのがテーマになっているので、まあ、そういう割とコメディタッチの作品が多いのかなっていうふうに思,思うんですけどあとは割とその映画を映画だったりその映像作品をその地域おこしに使ったりとかあの、まあ、沖縄だったらその本当の観光につなげたりとか結構そういう試みも行われていて。 割と若いその映像作家だったり監督さんが新しい作品を撮るケースが結構多いですよね。これ大きいですね今の,その観光にこう何してるというものがですね。えー、であの近年あの韓国の方から撮影に来たり、うん、それベトナムでしたらどっかあの東南アジアからまた撮影に来たりというふうなことで。はいうん そのロ,ケのロケ地としてのまた年も上がってくるんじゃないかなという,うれ、ねうねうん、やはりこれはもうあの野田さんも映画人というふうに、えーうん、お呼びしてもいいかと思うんですけど、うん、そういう意味ではあのすごくいい,い,いそのイベントでありこれからも継続してい,いっていただければなという、うん、イベントですよね。映画祭とというと、うん、なんだ 優秀賞とかね、うん、アメリカでアカデミー賞なんていうのがめちゃくちゃすごかったり、はいうん、カヌーでも何々の賞とかね、えー、あるんですけど、うん、国際映画祭でや,、うん、やってるのはそういう優劣っていうちょっと語弊があるかな、うん、あのそういうののイベントっていうか見えないような感じするんですけど、うん、これはどうしてなんですかね どうしてですかかね僕も全然よくわらないんですまあ一時期はそのゴールデンシーサー賞とかそういうコンペティション的なこともやってらっしゃったんですけどあとはまあ地元の CM を作ってそのコンペだったりとかあと今は若い人の,そのクリエイターズファクトリーっていう若い映像作家に対してのコンペティションっていうのをやっていてそこでグランプリを取ると、あのー、映画の制作費を、あのー、出してもらえたりとか。 そういうい結構本当に新しい才能を育成するみたいなところに何か重点が置かれてるような気はしますね。うんうん、あの今わゆる何だろうねあの素人って言ったらはいいんですけれども低、うん、料金であのやった胃、うん、な,なんですかカメラを動かないっか、はい、<laughs> あれなんか見ると、うん、めちゃくちゃ金かけて。 立派な映画を使ったと思わなくて、うん、素人集団があれだけ面白いものを作れるっていう、うんね、ちょっと見てびっくりしたんですけれども、うん、やれやれ新しい映画作りっていうのはそういう中で一つの動きっていうのは見えてるんでしょうかか、うん。まあもうどんどんやっぱりその多分そのハードがすごくあのー、昔に比べると。 ものすごく手軽に手に入るようになってますし、今、まあ、その編集も自宅のパソコンでできたりっていうこともありますし、すごくそういう意味では、そのまあ、映画映像を撮るというのは昔はハードルがすごく高かったですけど、今はかなりそこの部分のハードルは低くなっているような気がしますよね。それ技術的な部分で言うと、うん、例えば音楽とかにしても、まあレコーディングして CD 作ったりっていうのはやっぱり昔はかなりお金もかかったしハードルが高かったですけど。 今はも本当に自宅で録音をしてそれを CD にしたりあのウェーブで公開したりということもすぐにもう手軽にできますからその辺でいろんな意味でその映像にしろ音楽にしろそのはものすごく広がっている部分というのはあるんじゃなないいかなと思いますよね映画館という,ふうなことで話をしますと。うん あの地方の映画館がまだその古い機械があってもうデジタルに変えなくちゃいかないとかという金がかかるってそれ,それをどうしたらいいというふうなものがあったりなんかしてますけどその当然もう桜坂さんの方はデジタル機材でもって上映をされているかと思うんですけど例えばそういう部分の中であのまあデジタルだからできる映画館というふうなものが 出てきたいわゆる昔はねあの僕ら7 0ミリとかさそれが、うん、あのメイン、まあ、あの映画館の象徴みたいなものがあった時代もありましたんでねうん、うん、ですから現在の映画館では、まあ、いわゆる、まあ、小じんまりした、うん、あの劇場の中でやっていくという中では。うん、あの まあ見る方のあれも変わってきた。それからあの映画館のその機材取、うん、材というのもかなりかあの変わってきたてなという,ふうと、ねはい。そうですね。うん、でこれでちょっと今お話しながらあのあ,あそういうことがあったなというのが今思い出しましたけど、うん、あの中学生監督っていうその中村龍子、うん、さん龍はい、ねもう今はもう大学に行かれて、ええ、すごくもう ちゃんとしたったらおかしいでしょうけど、うん、まあ立派な監督になられてるというふうなことで、はい、そういう沖縄でもそういう土壌がで,できたんだなというのも一つの、えー、今言うま撮影技術があの機材が簡単になったとか、はい、デジタルで導入できたという部分の、うん、あれもあるのかなと思ってミュージックミュージシャンと一緒で、うん、こういうその映画人もどんどん出てきてほしいなというふうに思りますね。えーそうですね 確かに中村さんはもうなんか大学を卒業されるらしくて今度3月にあのうちの劇場で3月のちょうど9日の土曜日なんですけどあのイベントがありますねその彼の「ヤギの冒険」と「人魚に会える日」という彼が撮った作品を上映してまあ間にトークを挟みながらそういうイベントもはい行います。はい、はい あじゃあ,まあこれから、あのー、桜坂劇場さんでは3月のいろんな、あのー、映画の,の、はい、こうあれがありましたら宣伝もう一つぜひ、あのー、あはい皆さんに、あのー、宣伝していただければ、ええ、あとは、まああのー、ち,ょちょうどこれ3月の9日の放送ということで、うん、えっと ちょうど今日公開の作品で「ボン歌」っていう映画が「ボン歌」って「お盆の歌」って書くんですけどこれあのうちの,あの社長でもあるんですけども中江裕二っていうあのナビーの恋とかの監督が撮った新しい作品でこれあのまあ福島の,あの盆踊りをテーマにしたドキュメンタリーであのこれがまあそのハワイにロケに行ったりとかですねその 踊り,踊りを通して、まあ、そういう人の交流を描いたような作品なんですけどもこれも公開されますしあとは、えっと、高橋筑山さ,さんっていう津軽三味線の奏者沖縄にも睦々市にジャンジャンがあった頃によくお見えになってたんですけどもうその初代の筑山さん,さんも亡くなられてるんですけれどもその初代の筑山さ,さんのドキュメンタリーで「津軽,津軽のかまり」 っていう映映画ののドキュメンタリーの上映これれが3月の23日から公開されますねこの監督は大西さんという監督が前「スケッチ・オブ・ミャーク」っていう宮古島の,あの音楽のドキュメンタリーを撮った監督さんなんですけどもはいとまあこれに合わせてまあ今あの2代目の高橋祐山さ,さん女性の方が現役で演奏活動されてるんですが。 あのこれに先立って3月の20日にですねその2代目の高橋竹山さ,さんの演奏会をやってで大西監督と一緒,にこう一緒にトークをしていただいて、まあ、実際に初代の竹山さんが歩んできたどういう道のりを歩んできたかということをいろいろ掘り下げていければなというふうに考えています。 あの高橋筑山さん知らない、まあ、初代のですよね、うん、知らない世代の人でもまあそういう映画を見てまたその、えー、こういうトークショーの中でその人の人なりをまたね、うん、あの分かるというのもまたこういうところじゃないとできない場面ですねこれ素晴らしいですよね。私ここのののさんのこの 叩く演奏法っていうの、こんな三味線の打ち方があるのかという。のでも、まあ、かなり前のことなんですけど、感激したことがあったんですけどね。あの、まあ、沖縄も三味線というと、あれでしょうけど、また。違った味の三味線ということで、これいい、あの、あれになると思います。ねぜひ、私も時間が、あの、見つけて行ってみたいと思います。今日の、いつまでされてるんですか、今日からだと。えっと この津軽の代わり津軽三味線の映画は公開が3月23日の土曜日。で、すその前に、その二代目の高橋菊山さんのコンサートを3月の二十日にやります。はい。三月。三月。はい。今2月だよな。今日は3月の九日です。3月か。はい。でおかしくなってるさ。 じゃあ,あのこれからもあの桜坂劇場さんの方ではいろんな映画の企画がされてると思いますね、はい、ぜひまたあの、えー、リスナーの皆さんもあのよく新聞には毎日時間案内出てます、はい、からその辺も見ていただいて、はいえー、ぜひその話題作というのかなそういうものもあの見ていただければなと思います。うんはい えー、クネシャ映画の話ですけど、いいですよ全然。うん、僕はだから、えっ、ー、とサクラ場ってか、聞いたときに時々見に行くんですけど、ええー、何だろうやるハリウッドの映画とか、うん、大得ええー、プラ何なって言うかなお金使ったような作品っていうのは。うん あまり見られない、うん、<laughs> そうかといって,言って僕らの,の映画っていうイメージはハリウッド映画っていうイメージがな,なんだけど、うん、桜坂局長よくとイタリアの映画があったり、うん、フランスの映画があったりインドの映画があったりとか、うん、いろいろあるんですけれどもこれは得てしてこういうのを探してやってるっていうのがあるんですか、うんうん あのまあ、その配給会社との関係性というのがあって、まあ、その大きなハリウッドの対策映画とかっていうのは、まあ、うシネコンで上映をするっていうのがまあ流れとしてあるんですよね。まあ、そ,れそういったそのシネコンで上映されない、えー、ミニシアター系の,そのアート系の作品だったりドキュメンタリーだったりそういった作品が割と中心のラインナップになってるんですけども。 それについてもやっぱりその東京に配給会社があってですね東京の配給会社からもうミニシアター系の作品といっても,もう数がものすごく多いのでそこからも配給されてくるまあ上映をしてくれっていう話はもう常にひっきりなしにあるような状況でまあその全てを上映できるわけではないっていうそういう状況もありますねいや、えー、リスナーの皆さんあのそういういね。 配給会社やる大手は大手な配給ということでの再開というのはあるんだけどミニシアター系はある意味でいろいろ作品を選べるというのかなそういう配給会社は選べるという特徴があるんですか。うすかそういうのもあると思いますしまあ割と意識的にそのまあできるだけ多様性を持たせて選手も話したんですけども。 一時期の全国でミニシアターというのはあちこちね設立してそれなりに特徴を持ったシアター経営をしているような趣があるんですけれどもそ坂劇場が目指すそういうシアター系というのは特に力を入れたいものというのはありますか、まあ、作品的に。 えーとまあその先週もお話ししたんですけどまああのやっぱり地方都市でミニシアター系の劇場っていうのはやっぱり経営的には非常に厳しいハードルが高いっていうのはあるんですねどうしてもその東京大阪みたいな大都市だったらまあそういう映画を見に行く一定の層っていうのはいてまあちゃんとビジネスにもなりやすいと思うんですけどまあ那覇で人口が30万人ぐらい周辺入れて50万から60万人そのキャパで。 えちゃんと成立をさせるっていうことを考えるとやっぱり厳しい、ね、ですね。うん、だからまあその映画だけではなくて音楽的なイベントだったりカフェだったりショップだったりワークショップだったりまあそういうことをそれが経緯的にね、うん、桜坂劇場のユニークなところだと思います。あのまあ、今言う映画文化を その継続していくための手段の一つとしても今のそのサングザとかそういうのもあって必然ねいいあれだと思いますしただ私今お話お伺いしておいてあのいわゆる社竹内がまあ特にあのまあなし市内では咲くさんのお話になるんですけどあの昔我々は小さい頃映画は映画館でも,もちろん見るんですけどその中であの文部省を 選定、えー、ですかね、はい、という映画がありましてね、えー、学校からの見学があったんですよね、うん、というのそれがあの文芸作品が多かったりっていうその派手さのない、うん、まあそういう文芸で,ですから今私あのこう桜田作家さん,さんの,あのあれ見てると、うん、まあ意外とそういうあの文芸作品的なものも多いんだなというふうにね見ているんですけど、えー、まあそういう人たちがやっぱりねあの 見たいという映画がたくさんこういうのが出る、うん、でそのシネマ系でできない部分がやっぱりそこをカバーしていただいているというふうなことでもぜひこれからもちょっと頑張っていただきたいなと、はいはい、よろしくお願いします、はい、あの,あの映画見学って懐かしい話ですけど国吉さんはいそうですね僕もこれ確か中学校から小学校のところでグランドオーディオを 映画見学しえっとまあ桜坂劇場が島の頃は昔なんですけれども、うん、翌18金の映画とかね、うん、いろんなまあ映画館が一気に伸びるための、うん、その手段としてこういういろいろ映画なんかもたくさんやってたけども、うん、これがなくなって。 <で>うん、今野田さんたちの営業がバトンタッチした時に様変わりをしていった、ええうん、けどね僕すごく嬉しかったのは時々桜咲劇場でそういう昔のエレイが出てくるっていうのは、うん、これ行った時的に何かやってるっていう節はあるんですか、うん、まあ先週もお話ししたんですけど、まあ、そのやっぱ多様性ということですよねやっぱり。あのー ど絶対にそういうのを求めてる層っていうのはあるわけですし、うん、だからまあその文部省選定的な優等生的な作品だけではなくて、うんうん、いろんなそういう18期の映画だったり非常にカルト的な映画だったり。うんうんうん まあいろんなもうバラエティーに富んだ作品っていうのを上映していろんなニーズに応えていきたいっていうところは私首里に住んでるんですけどね首里、まあ、にはねこれはまた、うん、<laughs> そ,うそれで生きてるところもあるようなあれでね、まあ、それは得意得意がありますからね今この話が出たから今うん、うん、あっ俺首里劇場だと思、うんま、さに 当時の映画館の生き延びる一つの手段で、うん、今、劇場というのがこれでまだ生き延びてるというのは、<laughs> うん、ある意味では根強いファンがいるんだなと思った、うんうん、もう一つ、ね、面白いな。アート系の映画もありますよね。音楽家とか、うん、芸術家とか。はい、これはな、配給会社はそういうのを売り込みに来るわけですか。うん、そうですね。はい。はい。 なるほどね、うん、そういう、えー、リスナーの皆さん今言ったようにあのし桜坂劇場っていうのは多目的にありながらもかなりカルチャー的なところもあれば B 級的とか、うん、そういうのを威的なものまで幅広い層に何て言うの見てもらうっていうのか。 来てほしいっていうのか、うん、非常にうま訶不思議な。ね、桜崎劇場になっていますけれども。田村、うん、さん。今、野田さんのいろいろな話を聞いて。どういうご,ご感想をお持ちですか。あのね、えー、まあ、僕、あの、映画を見たという年齢が。そうですね、あの、親父に連れられて。 君の名は見に行ったことこのすぐ先の OK でですね、うんうん、それを思い出してはいるんですがその時代からともうずっと映画を見てきたでそういう中ではやはりテレビが普及していてもあの一時ね私はテレビで映画をやるもんだから、うん、映画館にのいてたことあったんですけどね、うん、やはりこの雰囲気っていうのはやはり映画館じゃないと味わないという部分、うん、これはもう あの映画館映画ファンとしてのあのぜひこれはあのずっと継続していってほしいなというようなですね。ねえタ田さんの今後の活躍を願っています。あの映画だけじゃなくて今専門分野のあアーツとミュージシャンのねあのあの辺もぜひあの沖縄から 羽ばたけるようにどんどんあの排出していただきたいなと、はいね、そういうふうに願っております。いますね、はい、えー。今日は桜坂劇場とはなんぞやということで、これだけ面白いことをやってる映画館っていうのはほとんどないんじゃないかなと思います。えっとリスナーの皆さん、ぜひ一度足を運ばれて。 櫻坂劇場ってのはどんなところやね、ということで。あ、月刊誌もありますよね。はい。毎月月刊誌の中には、詳しい案内が載ってますから。はい、ぜひフリーペーパーになってますから。お取りになって、櫻坂劇場っていうのを。どういうところか、もう一度ご覧になっていただければ。ありがたいなと思います。はい。はい、え、先週今週と、あの、貴重な時間いただきまして。いいお話。 どうもありがとうございましたありがとうございました来週も土曜日のこの時間またイーチャイオガナビラ See you next week again